ございます。今日は10月の7日ですね。今日金曜日なんですけど、前も言ってたように、今日からカリフォルニアに行ってきまして、夕方出ようと思ってたんだけど、てか出ると思ってたんだけど、なんか先生が1時ぐらいに出ようみたいなこと言ってるので、まあまだね1時じゃないんだけど、もうすぐ1時になるかな。もうすぐ1時になりますね。なので、私のパッキングはもう昨日のうちに終わってて、先生も出張の分の服、帰ってきてすぐ出張行かなきゃいけないから、それの分の服と、あと今週末の分の服をいろいろパッキングしてて、今クレートをねこれから畳んで車に詰めて出発する準備をしようと思います。はい、ということで今結局もう2時になっちゃったんですけど、子供たちが帰ってきてから出発しようって言ってて、ちょうど今帰ってきてゼラも荷物詰めて今ちょうど出ました。でこれからコンビニに寄って飲み物だけ買って向かいたいと思います。多分4時間半、もしかしたら5時間、もしかしたら5時間過ぎちゃうかもしれないんだけど、で先生のお母さんは知らないので、あちらが言うことサプライズなんで、まあ、どう話すか分かんないけど、とりあえず飲み物買って行こうと思います。行きます。いつもの休憩所着きました。まだ1時間半、2時間ちょいぐらいか、2時間かかんないぐらいしかまだドライブしてないんですけど、ここがアリゾナとねカリフォルニアの境目で、アリゾナの方がガスが安いので入れてから行きます。あとついでにおトイレも休憩してから行きたいと思います。もちくんも休憩で、ここにちょっとちっちゃいドッグランがあるのでお散歩します。トイレ休憩、めっちゃフリーウェイのすぐそばだけど気持ちいいね。そんなに暑くないからよかった。今二人で昨日買ったお寿司食べてます。着きました。今ね公園のドッグランに先に行こうと思って来たら、フットボールの試合やってて、多分高校のフットボールの試合なんだろうけど、人が超いっぱいいて、ドッグランあっちみたいなんで、ちょっとドッグランに行こうと思います。今ドッグランに来たら奇跡が起きて、多分あの子もちくんのね兄弟なの、女の子なんだけど、めっちゃ似てるから、顔めっちゃ似てるから、一回り小さいけど、もちくんもともとでかかったから絶対そう、見て超似てるっしょ、絶対兄弟。多分ね、しかももちくんたちも分かってるっぽい、すんごい二人で遊んでるもん。あー超奇跡。めっちゃもちくんなんだけど、女の子だバージョンだけどね、めっちゃそっくり。She way better。 はい、今帰ってきました車にね。でこれからお母さん家向かうんだけど、もうね超奇跡だったの。なんかその飼い主さんに聞いたら、多分同じところの先生のお友達、先生の弟のお友達のところでブリーダーさんだったんだけど、その人の名前を言ったらそうみたいなこと言ってたので、まあねタイミングもバッチリだし、同じねあの大きさだし、まああのなんていうの、同じ時期にブリーダーしてるの、ブリードしてるのはねその子たちしかいないので、もう超奇跡だったから、ほんとなんか来てよかった。もうこの今回このカリフォルニアに来てよかったっていうね。で先生と一緒に先にドッグラン行こうって言ってよかったね。超奇跡だよね、ほんとね。まあこの辺だったから、もともとがなんていうの、地元がこの辺っていうか、ブリーダーさんもこの辺の人だから、まあ出会う確率は高いけど、でもねアリゾナから来てね、こんななんかこのピンポイントで
スモールドッグの方3匹しかいなかったから、3匹っていうかもしくは含めて3匹だから2匹しかいなかったので、どっちに行こうかみたいな、いつもちっちゃい子たちとよく遊ぶけど大きい子たちの方が多いから大きい子行こうかなと思って、ちっちゃい子の方見たらシバがいると思って、あのドッグランでシバまだ見たことないから、シバっぽいのはなんか行ったりするんだけど多分ミックスだから、あシバがいると思って、しかもすっごいもちくんに似てると思って、もうこれ行くしかないと思って、聞いたらまさかのでしたね。閉めたみたいで良かったですね。はい、ということでこれからちょっとお母さん家に行って、多分サプライズ、こちら言ってないから多分サプライズになると思うんですけど、行っていきたいと思います。はい、ということでちょっと顔赤くなっちゃったんですけど、お母さん家着いて、お庭裏庭でお友達30人ぐらいいて、先生の兄弟、先生兄弟8人いるって言ったじゃん、の友達たちがいっぱいいて30人ぐらいでパーティーやってて、なんかコリアンバーベキューのケータリング頼んだらしくて壮大なパーティーをやってたので、私もちょっとパーティーに混ざって食べたり飲んだりしてきました。でうちらね、2人ともちょっと疲れて、今まだ10時半なんだけど、まだみんな全然飲んでるし、多分1時2時ぐらいまで多分飲むと思うんだけど、じゃあちょっと疲れてるのでもう部屋に戻ってきてちょっと寝る準備して、まあ、寝るか今すぐ寝るかどうかわかんないけど、ちょっとゆっくりしたいなと思います。はい、明日の予定は一応行きたいところが何個かある予定なので、何個かあるので、まあ、スーパー行ったり、まあ、ちょっとダイソーとか行ったりしようかなと思ってます。まあ別に朝早く起きなくてもいいかなと思ってるので、まあもしかしたらお昼ぐらいから始めるかもしれないけど、一日をね、まあそんな感じです。はい、ということで、まあ今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。